異星人とブリーフィングを接近。現在異星人と交戦中である。これは演習ではない。繰り返す。これは演習ではない。スカルリーダーよりスカル7番機上がってきたな。ヒヨッコ、いきなりの実戦だが落ち着いていけ。目的は敵空戦部隊の殲滅だ。気を抜くなよ。
ンサイト1よりバルキリー隊の各機へ。敵地上部隊多数接近中。 B 隊形を取って地上の敵を殲滅してください。殲滅を確認。
ちらガンサイト1。本艦はこれより地球製のエンジンにて再浮上。マクロス発進。こちらガンサイト1。本艦はこれより衛星軌道まで上昇。バルキリー対艦機は上空にて本艦に合流せよ。了解。異星人と遭遇。ブリーフィングを。こちらガンサイト1。敵攻撃部隊接近。護衛機各隊は戦闘準備。衛星軌道上に高エネルギー反応、急速接近中。アームドワン、ミランダ、昭島、撃破された模様です。なんてこった。スカルリーダーよりバルキリー対活気。マクロスは絶対にやらせんな。気合を入れていけ。こちらガンサイトは現在衛星軌道上からの敵の攻撃を受けています。敵の目を欺くため本艦は高度を落として南アタリア島へ向かい、地表付近でフォールド攻防を行います。バルキリー対艦機は本艦を援護しつつ共に降下せよ。大気圏突入時はマクロスは無防備だ。突入開始までに周囲の敵を全滅させろ。突入開始は120秒後です。それ以上は待てません。We'll be right back.
これより大気圏に突入します。指定高度に達した後、フォールド攻法を行います。バルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し、帰還してください。追撃部隊が残っています。撃退してください。
トロイドまたはガオーク形態で簡単に着地してください。60秒後にホールドを行います。バルキリー隊は直ちに帰還してください。ホールド突入10秒前9876543210。ホールド突入。マクロスは敵。
クロス損壊率 30%。 トランスフォーメーション始動。2分前。40%。 トランスフォーメーション始動。1分30秒前。50%。トランスフォーメーション始動。1分前。持ちこたえたぞ。トランスフォーメーション始動。護衛機各機は距離を取って。フォーメーション。手砲発射。なかなか活躍部下よろしくよろ強化勝利お疲れジェ。
ーションによってブリーフィングを行います。このバルシュリングシュイ パープルローズのバルキリー各隊は前方のリングを抜けカシーニ空域 R18 ポイントに移動。敵艦を主砲軸戦場に誘い出す。塊には触れるなよ。気をつけていけ。敵に悟られたらおしまいだ。指示があるまで武器の使用は禁止する。もたもたするな。遅れるんじゃねえぞ。中間点を通過しました。残りも気をつけて。スカルリーダーより各機へ。これより惑星の影のゾーンに入る。氷に気をつけろ。ケーキに気を配れ。気をつけて。武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。遅れているわ。しっかりなさい。マクロスへ帰還して。パープルロよし。氷の塊には触れるなよ。気をつけていけ。敵に悟られたらおしまいだ。指示があるまで武器の使用は禁止する。もたもたするな。遅れるんじゃねえぞ。中間点を通過しました。残りも気をつけて。スカルリーダーより各機へ。これより惑星の影のゾーンに入る。氷に気をつけろ。ケーキに気を配れ。武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見され、あと少しです。最後まで気を抜かないで。
雑魚を叩いて敵艦を誘い出せ。よし、リングから出りゃこっちのもんだ。ブルース、行くぜ。張り切りすぎて油断するな。この AD 様に任せてな。どうしてマクロスは手砲を撃たないんだ。トラブル発生、手砲を発射できません。なんてことだ、このままじゃやられちまうぞ。ミサイル接近。ピンポイントバリア展開。敵ミサイル、どうだ。敵艦の艦首から発射されてる。敵艦とマクロスの間だ。させるな。他各機はパープル正体を援護。マクロス損壊率 40%。進路予測完了。接触まで90秒です。マクロス損壊率 60%。 このままでは危険です。D 作戦発動まで60秒。作戦エリアを離れないでください。マクロス損壊率 90%。 あと少しで爆発します。マクロスが限界です。いやを叩いて敵艦を誘い出せ。よし、リングから出りゃこっちのもんだ。ブルース、行くぜ。張り切りすぎて油断するな。この AD 様に任せてな。どうしてマクロスは手砲を撃たないんだ。トラブル発生、手砲を発射できません。なんてことだ、このままじゃやられちまうぞ。ミサイル接近。ピンポイントバリア展開。敵ミサイル、どうだ。敵艦の艦首から発射されてる。敵艦とマクロスの間だ。
開率 10%。 パープル招待、敵ミサイルを食い止めて。デストロイド隊、前期大至急ダイダルスに集合してください。なんだ、何を始める気だ。ガンサイト1より各機へ。これより本艦は D 作戦を決行する。バルキリー隊各機は本艦を援護してください。 D 作戦ってなんだ。知るか、初耳だ。聞いての通りだ。パープル正体は敵ミサイルを撃ち落とせ。マクロスを攻撃させるな。他各機はパープル正体を援護。マクロス損壊率 60%。 このままでは危険です。進路予測完了。接触まで90秒です。80%。 D 作戦発動まで60秒。